今から4年前、旦那だった人に不倫されて離婚しました。元旦那も相手の女性も、お堅い仕事をしていたので、裁判沙汰になるのは嫌だと言われ、二人に慰謝料を請求しない代わりに、元旦那からは、子供たちが20歳になるまで、毎月養育費3万円かける2人分。相手の女性には、こっちの生活費として、毎月10万を3年間払う。という内容でサインさせました。公的なものだったので、二人とも逃げることもできず。しばらくの間は、二人で頑張って乗り越えようねとでも思ってたのでしょう。2年くらいは、毎月10万を振り込んでくれてました。でも辛くなったのか。もう、元旦那とは、別れました。お願いですから、もう勘弁してください。慰謝料と呼ばれる分の相場に当たる額は、払ったはずです。と弁護士を通して泣きつかれましたが、自分の意思でサインしている以上は、そんな主張は通るはずもなく。なぜ、元旦那には、養育費のみの支払いだけにしたかというと、借金しまくっていて、債務整理以外の道はないところまで来てたから。自己破産はできない。理由は、過去に一度自己破産しているおかげで、元旦那が自己破産していたなんて離婚する直前で初めて知った。情けない話だけど、相手の女性には言わなかったからね。借金のことと、元旦那はモラハラ DV する人間だってこと。お互いが、毎月の支払いに追われる生活なんて破綻するのも近いぞって分かってた。むしろ、2年もよく頑張ったねと言いたいくらい。元旦那が本性を出したから別れたんだろうなって、すぐに分かった。もちろん救ってやる、義理なんてないから放置した。結局は、3年間、きっちり10万払わせた。そのタイミングを待って、私は再婚した。すべてを受け入れてくれた中学時代の同級生で初恋だった人と。当時は両思いだったけど、お互いに、その先をどうやって発展させていいかも、わからないような感じだった。十何年ぶりに同窓会で再会して、会えてない間のことをバーッと全部ぶちまけて。それでも受け入れてくれた。今の旦那の両親も、息子が、初恋の人と結婚するのねってキャーキャーしてくれて、私の連れ子にも、本当によくしてくれて、感謝の一言では済まないくらい。両親には悪いけど、私は、今の旦那の親の方を大切にするつもり。元旦那は、私の再婚にふざけるな。子供は、俺がキリって発狂してたけど、不倫だの自己破産の過去だの債務整理してる奴のところに子供を任せる人はいないよ。ある日、今の旦那が、1対1で話したいと言って出かけていき、元旦那と話した。内容は教えてもらえてない。中学時代の物静かで、足が、速く、勉強もよくできた旦那の姿は、そこになかった。自分より5歳も年下なのに、年収は、倍以上の相手にかなうわけない。養育費はもうもらってない。元旦那と子供たちをつなぐものは、完全に断たれてしまった。共働きで、家族4人が、朝同時に家を出る生活が、本当に幸せ。家の前で、みんなが、同時に、行ってらっしゃいを言う。子供たちは、学校へ、旦那と私は仕事へ。昨日は子供たちが旦那に、前のお父さんより好き、ってこっそり耳打ちしたらしい。旦那泣いてた。この暮らしが続くように、職場でも家でも頑張ろうと思う。苦しめられて、辛かったその分よりも、はるかに多く、これからは、いいことが数えきれないほどやってくると思います。ご家庭とお仕事両方ともに、どうぞご無理なく。どうか、ご家族皆さんで、ずっとお幸せに過ごされることを願っています。これからも、家族4人で幸せにね。不良債権で、事故物件、元旦那を引き取って出た人がいてよかったね。